こんにちは、ダイスです。今回は団子に初めてのミルクをあげようと思います。獣医の先生にお聞きしたところ、ミルクあげても大丈夫っていうことだったので、哺乳瓶と猫用のミルクを購入してきました。それでは早速作っていきたいと思います。今現在団子が食べている餌はこちらです。この子猫用の成長前期の餌にしています。普段はまだカリカリの餌だけだと食べられないので、お湯で柔らかくしてからあげています。今回はキャットミルク、これを作ります。一緒に子猫用の哺乳瓶も購入してきたので、こちらの哺乳瓶で作ります。グラム数を見ると生後26日から30日で、下の一番下の表の量で1回あたりの標準量が 8g なので、そちらのグラムに合わせて作っていきます。中の付属のスプーンだとすり切れで1スプーン 2g なんで、これを4個出します。こちら何 cc っていうのが書いてあるんですが、8g で溶かすと 2g で約お湯は 10ml になってるんで、 8g 作る量だと 40ml で作ります。先にここでお湯を沸かしちゃいます。揚げる温度なんですが、書いている表示を見ると量に合わせてとかではなくて、30度から40度が子猫が飲める温度だそうなので、そこに合わせて後で温度も測ります。とりあえず4つですね、準備します。あ、でもすぐ沸くかな、すぐ沸きそうな気がする。40度って普通の給湯器でも温度いけますもんね。すぐだ。できました。40cc。 これでスプーンで1回 2g なんで、 2c が8、4スプーン。なんか押してあります。はい、混ざりました。また温度測ります。これが30度から40度の間だったら OK です。42度、まだちょっと高い、あ、46度だ、まだちょっと高いんで、いい温度になるまではこのまま冷まします。書いてあるもので言うと50度ぐらいの温度でミルクを溶かして、その後ちょっとずつ、まあ、冷やしてというか温度を下げていくっていう風なのが溶けやすいそうなので、いつもそうしてます。また暑いので温度が下がるまでちょっとの時間なんですけど、団子と遊ぼうと思います。はい、温度も31度になったので、これであげようと思います。団子、ミルクだよ、おいで。これ何かな、これ何かな、これ何かな、これ何も、
かる？うわー勢いがいい。どう？舐めてる？わー、あー、ごめんごめん、めっちゃ飲むね。これ喜んでるのかな。まだちっちゃい頃で保護されてるからね、こうなるんだと思う。すごいね、うん、必死だ。舐めてる、舐めてるでしょ。どう？いっぱいいっぱいちょうだいになってる。あああ、待って待って待って、大丈夫だね。危ない危ない危ない、噛み切るんじゃないかな。あ、噛んでる、噛み切ってる、噛み切ってる。ちょっと、これは、これは、違うお皿に入れてこよう。ねえ、なんで、大丈夫です。あー、ダメか。だいぶ、だいぶだよ、ほら。ちょっと待って、お皿変えてくる。私の指のミルクを舐めるのはいいんだけど、生かしてくれ。入れすぎちゃった。いっぱい、思った以上に余ってて。あー、すごいや。上手に飲めますね、やっぱり。うん、でも嬉しさは哺乳瓶の方が嬉しそう。うん。発狂してるじゃないけどね、元気がすごく良かった。噛んだよとね、危ないから。すごい、もう柄が見えちゃった。すごい、満足したようです。でももうちょっと残ってるんで、また入れるだけ入れてみれば大丈夫かな。結構なり、あ、入る入る、はい。満足？口の周り拭きました？君。うん、拭いちゃった。どうだった？まだ飲みたいんだね。あ、すごいな。あれ。もうちょっと飲む？だめ？気づいてもいるみたいなんだけど。お腹がいっぱいなんだよ。ああ、食べに来た。よかったね、いっぱい飲めて。はい、ということで今回は団子に初めてのミルクをあげてみました。はい、思った以上に喜んでくれてよかったです。
まあ、初めての哺乳瓶でのミルクは哺乳瓶を噛み切ってしまったんですけど、喜んでくれて飲んでくれてたのが嬉しいですね。また今後とも団子の日々の様子撮っていきたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローよろしくお願いします。そちらにも団子の写真を上げていくのでぜひ見ていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!